はい、どうもこんにちは、オレです。今日はね仕事ですね。仕事でバイク移動しております。はい、まあ、仕事でねバイク乗れるっていうのがね、いやそんなに頻繁じゃないですけどね。まあ仕事として結構いいと思いますよ。まあ仕事のついでにかな。まあちょっとね海の方行こうかなと思ってます。はい、またねちょっと海の方に行ってね、黄昏れてこようかなと思ってますよ。いや黄昏れる時間じゃねえけどな。今何時？12時半とか1時ぐらいかな。1時半ですね。いや今一番暑い時だよ。今一番外に出ちゃいけない時間だよね。本当だったらね、こんなねバイク乗りながら T シャツ着てんじゃねえよっていう話ですよ、本来ならね。どうなんすか、そのたださ、その長袖着ると暑いんですよ。まあそれはそうですけどね。ほらマグナはね水冷だから、あの止まってる時であってもまあこう熱がねぶわっと上がってこないですよね。空冷のバイクとかに乗ってる人今大変な時期じゃないの。つうかこれからの時期、まだ今7月の、2日とかじゃないですか。ね、7月8月9月と大変ですよね。全然ね、知らない道を通ってます。どこに止めたらいいんだろうね。この辺に止めとくか。よいしょ。日焼けか何かのポイントなのかな。潮干狩りをしている人もいる。ここで取れんだ。お、魚だ。あ、違う、鳥だ。魚いるんだね。
ちよさそうだ。すごいっすね。まあ海に来ておいてねこんなこと言うのはなんだけどね、俺はあんま海好きじゃないんですよ。うん、なんか怖いでしょ、クラゲとかいそうで。うん、だからね海はそんな好きじゃないの。だけどね、山もね登ると大変だからね、あんま好きじゃないんですよね。でも海に行きたくないからね、山張って行ってます。うんっていうやつなんですよ俺は。このさ、砂浜とかね、靴で行ったらまず靴が汚れるじゃないですか。なんで裸足で行ったら行ったで、うん、洗わなきゃいけないしね、足を。うんうん、だからねあんまり行かないですね海も山も。うん、おお、なんつったっけ、ウィンドサーフィンつったっけ。いやうん、海好きじゃないからマリンスポーツも微妙なんですよね。うん、だから行ってプールぐらいだもんね。いやー今日あれだな、本当天気いいな。いやー、さて帰るか、仕事が待っている帰りたくねー。あー、山をねバイクで走るのは好き、山登るのは嫌い。うん、去年自分の誕生日にね千葉の有名なのこぎり山っていう山に登りましたけど、その動画もアップしてますけどね、いや大変だね本当に。あ、間違えた、全然間違った。
海のね、何が嫌いってね、まあ汚れるっていうのはありますけど、まあ海に入るとね、もうあの塩水でベタつくっていうね、あれもちょっと厳しいですよね。いや別に潔癖症ではないけど、ちょっとね、ちょっと厳しいっすってなっちゃうんだよね、ベタつく感じ。あとね、あの匂いね、匂いもなかなかね、厳しいものがあるよね特にね、千葉の海はね、千葉の海っつうか東京湾はね、あの赤潮だか黒潮だか何潮だか忘れたけど、あれでね、年に1回、つうか1月ぐらいはね、すげえ臭いんですよ。例えるなら下水の匂い。すごいですよね。下水の匂いとかってもう本当半端ないですからね。まああの千葉っつうとこはね、海があってね、いいとこですよ。海が好きな人にはね、ああそうそうそう、忘れてた。今日ね、なんで回したかっていうと、前々回の動画、マグナに1年乗ってっていう動画の時に、まあ、見ていただくと分かると思うんですけど、あのマイクの調子がね、悪かったんですよ。でマイクの調子がね、どうも悪くてね、ちょっと調べてみたら、なんか少し接触不良を起こしてて、またいつものコンビニ来ちゃいましたけどね、まあそれでね、マイクを変えたんですよ。マイクを変えて、で今日一発目なんです。そのマイクテストも兼ねて、最後になりましたけどすっかり忘れてた。まあ、マイクテストも兼ねて、なんですよね。はい、ちなみにね、ここから見えるあそこのさくらっていうカレー屋さんがあるんですよ。あそこです。わかるかな。あそこのカレーうまいっす。駐車場もね、なんか近々駐車場を広くするんでとか言って店長さん言ってましたけど、怪訝な顔された。まあ美味しいカレー屋さんです。もしよかったら行ってください。まあ甘口頼むとね、全く甘口です。まあ種類にもよるのかな、わかんないけど。に、まあそんな感じでした。はい、お付き合いいただきありがとうございました。それじゃあまた。バイバイ。